はい、タバコ喫煙動画始めていきます。今回は、バイオリンというね、これ変わってるな、これな。容量が 40g。これなぜかこういうパウチにね、包まれているということで謎ですね。これ初めてだな。こんな感じの手巻きはちょっと初めて見た。開かねえ。マスコッティの、付属紙が、マスコッティ。これ使ったことないな、こんな。これを初めて。うわ、なんだこれ。これあれじゃん。一回あげたら完全にやばいパターンのやつじゃん、これ。これ何これ。こんなん初めてなんだけど。一回あれ開けたらもう、できません、できません、みたいな感じで。これなんだよ、これ。おーい。これ完全にあれのやつやん。一回開けたらもう完全にあれじゃん。まあいいや、もう。もうクソ。なんなんだよ、このクソシステムは。うわ、なんか甘い香りする。うわー、なんだこれ、おい。こんなの初めて。これをちょっとパウチちょっとしっかりしろよ。誰だこれ考えたの、クソったれ。しねえ。こんな、考えたやつ、しねえ。死んでしまえ。フィルターが、ピュアのスリムフィルターです。で、ペーパーが、これはチェの、付属ペーパー。なんか、後ろになんか長ったるいの書いてあるぞ、これ、おい。なんか、長ったるし、書いてあるな、これ。なんだこの独特な香りは。独特な香りはなんだこれ。独特臭がする。ちょっと酸っぱいような、甘いような、甘酸っぱいような風味。これ結構値段した気がするんだけど。結構高かった気がする。それでは吸っていきたいと思いまーす。なんだこれ。すげえ香りが。なんかぶどうみたいな香りするな。ぶどうバイオリン、1918年創業の歴史あるインドネシアのタバコ工場で作られている手巻きタバコです。手巻きタバコでよく使われている開閉式の袋をあえて使用せず、内張りが、アルミホイル構造の袋を使用し、新鮮なタバコバーの味わいを保っております。袋を開けた時に広がる芳醇な香りは圧巻です。インドネシア産タバコの特徴の一つであるクレテック、過去クローブ、長寿は使用していませんので、タバコ本来の風味を感じることができます。また手巻きタバコやパイプタバコのブレンド用として使用するのにも適しており、いつもご愛煙しているタバコにバイオリンを加えることで、独特なアロマをお楽しみいただけます。これ何の香りだな？ぶどうかな？なんかワインみたいな香りするぞ。ワインかな？なんか自分で言っててもよくわかんないけど、何の香りだこれ。バイオリンで使用しているタバコバは、バリ島の隣に位置するロンボク島で、収穫されるモスリンを使用したバージニアシェイドグロウンです。まあ確かにあれだな。香りはすごいな、なんか。あ、ブランデーだ！ブランデーのような芳醇な香り、濃厚な味わい、ブレンド用にも最適。袋にアルミ加工を施し、いつでも新鮮。パイプやキセルとの相性もいいです。値段が950円。あ、ブランデーの香りがこれ。俺あんまブランデー好きじゃねえから、買わねえんだけど。ああ、確かにブランデーっぽいな、なんかな。結構きついですね、これ。これ重い。めっちゃ重い、このタバコ。めちゃくちゃ重い。ちなみに、このバイオリンの他にも、バイオリン DFC っていうのもあるみたいですね。これ何なんだ、これ。なんだ DFC って。DFC とはダークファイヤーキュアードのらしいですね。DFC。で、手巻き屋にもね、いろいろなんか載ってるね。これあれな、推しなのかな？バイオリン推しなのかな？この手巻き屋。腰詰めの動画まであるぜ。バイオリンの製法とか、あれあるな。動画がある。きつい。かなりきついタバコですね、これは。今まで吸った中で最高ぐらいの、きつさ。重いタバコですね、これね。重い。すごい、きつい。ブランデーか。言われると確かにブランデーの風味がするな。でね、関係ない話すると、このバイオリンをね、押してる手巻きタバコのなんかブログみたいなので、やけにバイオリン推しのね、ブログがあるんですよ。で、それとあれなのかな？手巻き屋を一緒なのかな？手巻き屋のあれが作ってんのかね？ブログ。でもこれは、まああれだよな。ブランデーって考えると、まずくはないな。うん、ただ、一つ言えると、きつい。きつい。ものすごいきつい。タバコとして。すごい。この煙の量がすごい。大体。ああ、やっぱインドネシアってすげえ、あれ、きついタバコはガラムとかさ、あるけど、インドネシアのタバコって基本的にきついんかもな。ガラムとか俺大好きなんだけど、あれもインドネシア産だもんね。結構きついのがあれなのかもね。主流なのかもわかんない。ただ、この包装紙、これいい加減にせえよ、マジで。これ一回あげたらどうやってお前しまうんだよ、お前。ジッパーで保存するしかねえな、これ。ああ、確かにブランデーだわ。確かにブランデーだわ。あ、ブランデー。これブランデー好きな人おすすめかもしんない。ああ。ただすげえきつい。もう鼻がね、痛くなってる。もうなんか、今。あまりにきつすぎて、すげえ重い。重い。うん。この手巻きは実に重いタバコですね。まあでも個人的にはあんまりブランデーそんな好きじゃないんだけど、まあブドウの香りがちょっと楽しめるっていうかね。まあ、ワインとか、ブランデーとか、まあブドウっぽい。簡単に言うとブドウっぽい。全部、ブランデーとかもあれ、ブドウでしょ？まあ、ブドウっぽいよね。ああ。ブドウっぽい香り。まあ、これを好きになるかっていうか、まあ、好きになったと仮定してもものすごい重いんで、あ、きつい。あ、何本もパパパって吸えるようなもんじゃないですね、これ。何本も吸えるようなレベルのあれじゃない。きつい。まあ、これはまあ、まずくもない、うまくもないしな。まあ、三つ星ぐれだろ、これ。ああ。ということで、ご視聴ありがとうございました。